こんにちは、デリッシュキッチンです。もやしとえのきだけ春巻きを作ります。えのき一袋は根元を切り落とし2センチ幅に切ります。フライパンにごま油大さじ1を入れ中火で熱し、もやし一袋を入れえのきを加え、油が回るまでさっと炒めます。酒大さじ1、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1/2、水 50cc を入れ混ぜ合わせ、煮立たせましょう。水溶き片栗粉を回し入れ、とろみがつくまで混ぜながら煮ます。火から下ろして冷ましましょう。春巻きの皮を10枚用意し、具を10分の1量ずつ乗せ、手前から巻いていきます。水溶き薄力粉を巻き終わりに塗って留めます。同様に計10本作りましょう。フライパンにサラダ油を適量、そこから1センチの高さまで入れ170度に熱し、春巻きを入れ上下を返しながら3、4分ほど揚げ焼きにし、きつね色になったら取り出します。盛り付けて完成です。